いつもご視聴いただきありがとうございます。読み上げチャンネルのジャパニーズひまわり組です。今回は嵐の櫻井翔さんについてお話ししていきます。いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ラグビーワールドカップフランス大会にて日本が輝かしい成果を上げる中、嵐の櫻井翔さんはジャパンラグビーアンバサダー2023としてその快進撃をサポートしています。日本の勝利に胸を弾ませていることでしょう。しかし、そんな中でも櫻井さんの胸に重くのしかかる事態が進行中であります。ジャニーズ事務所の重鎮、ジャニ、北川氏が巻き起こした性加害問題。これは日本国内のエンターテインメント業界において大きな衝撃をもたらしただけでなく、国外にも影響を及ぼしています。多くの企業がジャニーズタレントの広告起用を見送るという判断を下しており、事務所全体のイメージに傷がついてしまっている状態です。この問題はフランスの著名な新聞ル・モンドにも取り上げられており、ラグビーワールドカップの舞台上で日本ラグビーと共に物語として織り込まれる可能性を指摘しています。これは櫻井さんにとって日本代表の活躍をサポートするアンバサダーとして、またスポーツキャスターとしての彼の立場において非常にデリケートな問題となります。櫻井さんのスポーツへの情熱は公然と知られています。櫻井さんが若者にスポーツの魅力を伝えるための使命感を持っているのは、過去のさまざまなインタビューや発言からも伺うことができます。櫻井さん自身が少年時代にラグビー部でプレーしていた経験もあり、その熱意と経験が今回のアンバサダーとしての役割にも生きていることは間違いありません。ですが、ジャニーズ事務所の問題は櫻井さんのキャリアやイメージにも大きな影響を与える可能性があります。特に海外メディアは性的問題に対して非常に厳格で、そのような背景の下で活動するジャニーズタレントは批判の対象となりやすいと思われます。この流れがどれだけ続くのかは未知数ですが、櫻井さん自身がどのようにこれからの活動や立場を築いていくのか、櫻井さんの今後の動向が注目されます。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。